東日本大震災で被災した岩手県釜石市の菓子店が店を再建して初めてのクリスマスを迎え、朝からケーキ作りに追われてます。釜石市で洋菓子店を営む人、広志作さんは、6年前、港の近くにあった、と実家が津波に巻き込まれ、和菓子職人、だ父親の金平さん、当時75、お亡く、母親の秀子さん、当時71、は今も行、不明になっています。一首さんわかり、の、をなどで営業してきましたが、こと、旧、ようやく市の中心部に店を再建し、初めてのクリスマスを迎えた、の時期、この4日間で、ロールケーキに、楽しみ飲料を飾り付けるなど100個、上のクリスマス用のケーキを作る予定で、クリスマスの25日は予約した人が早速、出ていました。10個のケーキを用意し、いた女性は、以前に来た時にいいよ、だ、思いました。今日はクリスマスな、で、てみましたと話していました。一首さんは父親の金平さんが使っていた、子を保管する木箱を今も大切に使っていた。この時期はケーキ作りを手伝ってくれ、姿を思い出すということです。一首くんは、父親はケーキを作りながら、く話し、相手になってくれました。クリスマスで店が賑わってほしいと思います、と話していました。